僕の加藤翔です。いや、ダメなとこ嫌いです。馴れ初め、どういう風に、まあそうですね、バイト中に例えば有名になっていったわけじゃないですか。それどうだったんですか。細井先生怖えなとか思いました。やるなら別れるけどって。結婚も考えてるみたいな話も。そうで始まりました、アムケスチャンネル。さあ、レント君やってきましたね。はい横に誰かいるんですけど、どなたですか。僕の彼女です。おお、彼女ですなんでね、彼女じゃなくてやっぱりまあいっぱい、やっぱ配信中に質問が届きすぎると、毎回毎回やってるたんびに同棲してるから質問が届いてしまうということで、もうこれで一旦そう終わりにして、もう来たら誰か言ったらもうこれ見てくださいっていうので全部やってください。まあ皆さんがね聞きたいと思いますんで、なんで同棲してるんですかとかあると思うんですけど、まあでもどうなの、一般人では一応ないってことになるんですか。一般人でいいんですね。事務所とか所属してない。してないです、はい。じゃあそこは大丈夫ですね。よかった。所属してますって言うと。この時点で。この時点で、はい、終了になるんですけど、まあまあまあ、じゃあ。フリーみたいになる活動者としては特にない。特にないです。じゃあ大丈夫ですね。はい、その辺は。年とか言ってんですか。あ、言ってます。年25って。はい、25歳です。まあ一応ね、そういうお仕事もしてる人ですから、マスクしてるから僕もわからないですけど、まあ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 、ああ、芸能人とかにそうっていう感じですね。誰に似てるって言われます。マスクしてるかわかんないけど。わかります。あ、でも目だけだと前田敦子すごい似てるって言われるんですよ。絶対言われる。あ、でも検索されたら困るから確かに多分まあこの動画が出た時はもう Google で中山蓮と彼女誰っていうのがもうワードでバーッと出ると思うんですけど、あ、絶対わかんないから、うん、やってみろ。ああ僕いとこにめっちゃ似てますめちゃめちゃ似てます、はい、じゃあもう一回ついとこって出ないじゃん絶対出ない検索ワードがいっぱい一般人だし地方にいるし、うちの家系じゃない方に似てるから。じゃあ、まあいっぱい質問来ると思うんですけど、どうして、なんていうんですか、ダメ男っていうんですか、はい、ダメ男の、どこの、最近も伊藤なんとかっていう女優さんが、ダメ男って言うんですか、あれダメ男って言うんですか、あれは。ダメ男。ダメ男。ダメ男が好き。ダメンズとはもう言わないよね、多分ね、古いね。知らないですね、はい。が好きって言ってたと思うんですけど、そうですか、やっぱダメなとこはいいんですか。いや、ダメなとこ嫌いです。お嫌いです。嫌いって言いますよ。へえ、どこに好くポイントがあるんですか。演技してるんですよ。じゃあいいところがあるってことですね。だって。そうです。いいところがあるから付き合ってます。ですよね。はい。どこですか。じゃあそれをちょっと視聴者の皆さんにどこがいいのか教えてください。絶対そんなにない。そうそう。来るんだけど、まあ来るんだけど、はい。とりあえず。はい。どこが。さりげない優しさが行動でわかる。なるほど、さりげない優しさが行動でわかる。言葉じゃなくて行動でわかる。なるほど。っていうのが一つです。いや、ダメさが行動でわかるしか多分みんなね、わかんないと思うんですけど。いいところも悪い部分も行動でわかるので、わかりやすい。わかりやすいと言われてますよ。正直者ですか。おお、正直者。具体的にあるんですか。具体的には例えば荷物こう買い物するじゃないですか、はい、釣って何事もないように持って、うん、家までちゃんと持ってくれる。おお、ね、普通かもしれないけど、うん、意外としてくれる人少ない。おお、なるほどなるほど、って思ってっていうのが一つです。ジェントルマンであるってことですね一応はい、はい、おいおい、一つってことまだあるわけ。よかった、それだけじゃないだけじゃないです、はい、でももう一個は自分の意見のその曲げないですよね。おお、自分の意見を曲げない、はい、青学に女性限定のレストランをっていうのはいいんですか。それ彼女的にいいのって来てたけど、彼女的には最初は結構嫌でした。やっぱり悪い方向に考えちゃうので、うん、はい、そうですね。でも結局大学に受からないとその話はないじゃないですか、うん、はいはいはい、なのでとりあえず受かってからそう、ね、話そうって思います。いや、なんか裁かれてる人みたいな裁かれてる人みたいな。じゃあまだあるんですね、いいところ。いいところ。あとは展開が早いんですよ。こう将来で、はい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 、自分のこういう風にやりたいとかこういうことしたいっていう、うん、なんかすごい短時間でこう変わっていく考え方が。それいいこと。
いいことではないかもしれないけど、でもそれにまだついていけてるから、うん、許容範囲内許容範囲内だからそこもいい部分いい部分筋が通ってないっていうそうですねなんかだからきっと話してても変わるだろうなとかがあるから、それも含めてそういう話し合いをした時に絶対話し合いをやめない、うん、ちゃんと話し合いをしてくれる、あ、話し合いをしてくれる、よかったそこがいいところ、うんうん、そこ結構一番いいところかもしれない。お、じゃあ今までの彼氏はそんなんではなかったいや結構めんどくさいから話さないとかなりますね。ああ、なるほど、それを話してくれるとくれる、おと、慣れ初めっていうか、最初の受験生版タイガーファンディングに出た時の、浪人のと彼女ができたっていう、その人なんですよね。はい、違う人ですって言われたら、まずそれで。ええってなりますけど、慣れ初め、どういう風に言える範囲で。慣れ初め。何も声入らないマイクないんですよ。慣れ初め。え、まだバイト。まあそうですね、バイト中に、誕生日が近かったんですよ。はい。で、誕生日が近い時に、ちょうどバイトのシフトが被って、初めましての時で、はい。で、ちょっと話してて、じゃあ今度よかったらご飯行きましょうっていうのを、初日。初日に。うまい具合に、なんか誕生日なんで、一緒にお酒の味わかんないんで、教えてくださいっていう、なんか、あ、超絶ダセー、くどき文句で。くどいて、はあはあ、で次はご飯じゃなくて、うん、なんか最初勉強会みたいな感じで、はいはい、カフェで勉強をして、勉強会勉強会というかカフェでなんか一緒にこう作業をして、はい、ちょっとそこの間で話して、で2回目ご飯行ったりとかして小さいからこれ2回目ご飯行ったりとかして、はい、それ1週間ぐらいで付き合おうってこと、はい、早っ、付き合うのも早いんですけど、同棲とかもなんかもう早かった、ね、短いスパンでやってきちゃったんで、え、それ最初言われた時はどう思ったんですか。私ですか、ご飯行こうみたいな、え、やばい子かなって、いや、やばい子ですけど、はいはいはい、思いました。で、結構 LINE 交換してもサバサバしてサバサバして断って、あ、はいはい、そんな感じだったけど、ね、遠回しに、ね、うん、合わないですよみたいなのをやってたんですけど、たまたま作業今してるってお互いに言ってて、じゃあどっかで一緒にやるみたいな、おうおうおう、ってなり、そこで喋った時に、あ、思った印象と意外と違ったって、おお、なるほど。演じてたかもしれないですけど、でも誰もみんなね、うん、みんな演じますから。そうね。だったらいいかな。いや、でもこっちはもうじゃあもう一目惚れ的な感じなんですか。そうです。それでまあいいかなって、早くないですか、1週間で。1週間、いやー、なんですかね。何か求めるものがあったんじゃないですか。あったんじゃないですかね。すごい、今何人書かれてるか分かんないよね、コメントね、恐ろしいわ考えただけでも、うわー怖いわ、見ない見たくない、絶対見たくない多分もうあのね、早いですね、付き合って、でも同棲までど、すぐちょうど休職中で、職を探して、うん、決まると同時に、まあ東京で決めてたんで、それと同時にじゃあ1月2月の時だったんで、うん、受験会場も近くなるし、じゃあもう部屋を借りても同棲をそこから始めようというふうに決めて、うん、それと半年もかかんないぐらいですかね。すごいよね、職場と青学のこと考えてね、そう、まあ、どこか言えないけど、もうそれを考えて、ちょうどいいところでってなったんですけど、で結果はどうだったんでしょう。いやあと、はい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 、どれやんって受かる前提でやってたのにさ、もう本当に。で実際じゃあ彼は有名になっていったわけじゃないですか。それどうだったんですか、見てて。いやー、彼女的には最初のやつは見た。あ、見ました、あのコテンパンにされてるやつ見ました。その時に見ながらどう思ったんですか。いやー、レンちゃんはこうじゃないとか。あ、それはいや、このままじゃないけどまあ言われてんなーって。あー、なるほど、ね、うん、何も言えない、何も言えねえで、まあ2回目もう1回出ていくわけじゃないですか、うん、あー、出ましたね。もっとコテンパンどころかケチョンケチョンになんかされに行ったじゃないですか、はい、あれは衝撃でした。どうでしょう。いや、まあ、社会ってそんなもんよって社会ってそんなもんよ。なるほどなるほど、思いました。厳しいのをね味わって、そして一気に有名な人になっちゃったじゃないですか、はい、そうですね。そんなことないです。だって怖くないですか、一緒に歩いてね言われたりしたら。今のところバレてないですもんね。本当に変装してきました。変装してるんだ
そうなの。へえ。本当かよ。全員やってる。眼鏡かけただけ。そうだってね、一緒にいたらもうバレちゃうわけですからね。そうですよね。ああ、あの人だって。気をつけないとですよね。どうすんの？え、違います。浮気相手ですって言ってください、じゃあ。妹です。妹です。あれです。あ、そうか、妹。いや、でも顔が違すぎる。顔が全然違う。全然違う。全然違う。もうさっきも言ったけど。まあ社会ってそんなもんよって思ったわけですね。そうです。じゃあ細井先生怖えなとか思いました。いや、よく言ってくれた。よく言ってくれた。ということでいいですか。っていうことでいいですか。それについてだって話し合ったわけでしょ。動画出た後。はい。だってよく話し合うっつってたから。あれはちょっとまず。声が小さい。あれはちょっとまず。ちょっとそうですね、うん、大変だったと。まあ大変でしたね。で、浪人するっていうのはいいんですか。別に反対でした。お、反対だったんですね。反対でした。うん、働いてほしいと。働いてほしいって思いました、うん、やっぱり最初2回目の浪人して、うん、受験落ちたらどうするのって言ったら仕事するって言ってたから、うん、仕事するつもりでこっちは交際を継続していて、うん、で、まあ結果は落ちて仕事するんだろうなと思って、うん、登録もしたんですか。登録もしてて、うん、もうこっちは仕事するつもりで動いてるんですよ。で、そしたらなんか夜に俺やっぱり受験するおお、あの日です。あの日ね、あの日です。やってきて、え、すんの？みたいな。本気で言ってんの？って言って、で、え、やるなら怒れるけどって。おお、ええー。なんで？って言うから、浪人生活終えるって話だったじゃん。だからそのもし落ちたらこっちは。落ちてもう一回受けるって言ったら別れるつもりだったっていう話も全部したんです。もし受験をまたするってなった時にどういう風に1年間を過ごすのか、収入はどうするのかとか、そういうどういう風に受験勉強を変えるのかとか、そういう話も全部してもらって、賛成はできないけど応援はする。おお、なるほど。賛成することはないと思うって言って今に至ります。なるほど。え、でも収入どうすればいいの。彼女の、まあ彼女の学歴はとかってどうせさ言うんだろうけどさ、まあ収入は大丈夫なんですか。あ、収入は安定してるので大丈夫です。じゃあ2人分が、ね、そうですっていうのと、私がなんで払わなきゃいけないのって思ったんです。一応社会人なので、うん、そう社会人ですからね。学生扱いしてるけど違う。そう、社会人だからそれは違くないって言って、うん、でもし紐になるんだったら、紐になるんだったら分かってるよね。分かってるよね。言ってそれは分かってますって言って、じゃあ収入どうするのっていう。分かってる。何を分かるの。紐になったらお家出てかないとねって。ああ、紐は無理だよってこと、ね、紐は無理だよって言いました、ね、でそれを聞いてどうしたんです。でその時の気持ちを言ってください。はい、やべえやべえ。編集大変だわ、声ちっちゃいから。どうしよう、どうすれば円満にするんだろうなって思いながら、なるほどね、出してもらえるからっていう話をしたわけね。そうです。だったらいいよ。まあだったら家にいてもらっても大丈夫だし、応援するよっていう、それで形でそうなりました。なるほど。残高1200いくらしかない人ですから。あれ、隠し口座とかないよね。すごい、なかなかぶっ飛んだ話ですね。これから大丈夫なんですか。はいはい。勉強配信とかねやってて、まあ、邪魔にならないようにね。そうですね。まあね、すごい喧嘩になっていったり、ストレスなのやめてって言われて、本当配信がしたいけどできない。要は同棲を続けるのであれば自分だけが満足するような形では過ごせないから、結局で話し合って、じゃあ解決策としてミュートにして端っこの方で、うん、やるってことを。そうね、だから最初に言ったからね、同棲してるのにどうやって勉強配信するんだって。ずっと映んないようにと思って手元とか映しちゃうんですけど、大丈夫ですって言ってたんですよ。本当に大丈夫なのかっていうのはそうそう言ってたんで、そういうので、じゃあまあこれからそういう感じでやっていくと。結婚も考えてるみたいな話も言ってたから、本当ですか。あー、そうっすね。そうっすね。そうですね。そうですねって言ったからね。まあ結果が、でも大学行ってないで働いても将来大丈夫か、怖くないですか。だってそうだって、いや怖いです。怖いです。だってこういう人と付き合ったことないから。ああ
今まではお金もあり、地位もありみたいな。地位もありっていうよりも、うん、自分と同じ土台の、大体似てる考えの人と付き合ってたのか、意見全然違うわけですよ。なるほど、なるほど。うん、こっちも試行錯誤しながら、うん、お互いにもう絶対考え方は違うよねっていう話もしてたんで、多分今続いてるんだと思います。なるほど。いやいや、皆さんどう思われますか？視聴者の皆さん、ね、はい、多分もう別れろっていうコメントがブワーッ来てるとは思いますけど、絶対もう彼女さんいい人だって書いて、彼女さんいい人だって来てるか、いや、どっち狂ってるっていう、とりあえず俺はもう叩かれまくるでしょうね。そうだよね。じゃあ応援してもらいながら頑張るということで、はい、頑張ってくださいね、本当に、はい、ちゃんとここから勉強三枚でやってください。はい、ということで今回はレント君と彼女においでいただきました。はい、ありがとうございました。もう今のところでめちゃめちゃ硬いから、何やってんだお前みたいな。